高橋由一チャンネル。オミクロン株が日本に入ってきて、うん、今大騒ぎになってますけども、ええ、医療体制の充実ってこの間進んだんですかっていう。あのなんか吉村さんなんかの大阪のね、はい、吉村さんなんかの話聞くと、まあ、ずっとやってますって言ってるから、うん、これあのやってる人とやってない人がいるんじゃないかなって気がするけれど、はい、まああのでもオミクロン株であれですよね、とりあえず水際対策が必要なんで、はいはい、これであれでしょう、予想以上に早く、あ、そうでしょう、岸田さんが判断したと思うんだ、はい、というふうにみんな言うでしょ、はい、私だから新聞の情報だけ見てると、はい、もう入ってるのはもう分かってましたって感じだよ。あの要はね、あのちっちゃい記事だったけどね、はい、ナミビアからの話について今検査してますって話あったでしょ、あったの、ちょっとかちっちゃく出てるわけ、はあ、あれでもうね、そのナミビアだからあれは南アフリカの近くだから、はい、まあそれはそういう意味での検査かなと思いましたよ。でそれを考えると実はね、その手の情報っていうのはねすぐ上がるんですよ。 あっという間に岸田さんにとか上がった話で、はい、これでもうこれは入ると、はい、あの、はい、もうあのオミクロン株は日本にもうすでに入っているってレベルだから、うん、そうするとあの岸田さんはあれでそれを元にああいうふうに言ったんだと思いますよ。え、入ってるのに、入ってる、だからそれ一応検査中、はい、正確にね、はい、きちんと分かるためには時間がかかるというのは間違いないわけ、うん、2日かそうかかるんだよね、はい、だからその間にでもこの地域、それとあとあのその人の属性、はい、日本人じゃないからね、はい、あのまあ向こうの現地の方なんですよね、はい、そしたらそれはもう大体推測できますよ。その時に多分総理に挙げる時にはね、うん、もうはいはいはい、あの なんかオミクロン株はもう入った可能性ありますって説明するよ、はいはい、そしたらそれが頭にあるでしょ、はい、そしたらもうねあのすぐやったっていう、これであれでしょ、やった後にね、いろんな批判があるかもしれない、責任は自分で取りますなんて言うでしょ、はい、いつになくかっこいいじゃない、ね、岸井さんは、はい、面白い、事前に知ってたと思うけどね、へえ。なんでその後にすぐ入ったって言うんだもん、それは知らないはずがないじゃん、こんなもんは、うん、もうあの入国管理であの止め置いてる時にもうすぐ連絡入ってるから、どっかの国か何人ってやつ、うーん、まあそんなもんだよ。岸田さん的に、うん、急いでそれをやったのは、いや入る直前に言った方がいいでしょ、その方が受けがいいみたいな、 もちろんそうでしょ、もちろんだからあの受けがいいっていう以前にもう入るの分かるから、これだったらもうやるっていう言い方しかないよね。ああ、そうそう、うん、だからもうとにかく水際体制で万全にやってますという言い方しかないけれど、もう入ってるのは事実だから、これでもう香港も来てるんだし、もう入ってるんだよ、うん、そうね、あの普通にあの人があの鎖国みたくできないから入ってるよ、はいうん、これどうなんですか、今テレビ大騒ぎしてねえ、本当にあのマスコミもさ久々のネタでさあのもう喜んじゃってるところもあるように私には思うけどね、はい、普通のでも一般職から言うと感染力強いっていうのは、はい、ウイルス学の基本っていうのは感染力が強くなった時には毒性が下がるっていうのが、ねはい、一般的ですよ、はい、だから、ね、変異をすればするほど感染力は高まるけど毒性が弱まっていくっていうのは普通ですね、うんうん、だからそういう一般原則から考えるとこのオミクロン株っていうのは感染力強いっていうのは、はい、毒性は前よりかはちょっと弱い可能性がありますよね、うん、で実際南アのいろんなあの情報なんか見ると重症者はほとんどかなり少ないとかね、うん、それで無症者が多いとかね、そういう話ですよね。だからそうするとあれですよね、この一般則から当てはめると、はい、オミクロン株っていうふうに変異すればするほどね、はい、毒性が下がると思うんでね、毒性はあんまり強くないって可能性ありますけどね。そうすると、従来のワクチンがどこまで効くかっていうのはよく分かんないけどね、はいはいはい、毒性が強くなければ薬とかそういうね、うん、あの対症療法っていうんでなんとかあのしのげるかもしれないし、そういうのをしのぎながら実はあれなんじゃない、医療体制の話を拡充すればよろしいんじゃないの。そう、重症者はどうなってるかっていうの全然入ってこないんです、まあ、それは分からない、今の段階ではあのデータ不足で分かんないのは分かんないと思う。ただ一般則から言えばあんまり重症化しないって可能性があるんだよね。うん、重症化しないけれど感染力が強くて、それでワクチンも従来のものはそれほど効かないって、その可能性が高いよね。そういう時にはだからワクチンは新しいのも必要だったら作る、うんうん、あのメッセンジャー RNA だから2ヶ月あればできちゃうから、そう、うん、でもうそれはもう進んでると思うよ、うん、そうすると多分2月ぐらいまでにはもうできるんじゃないの、うん、そうするとそれをある程度、まあ、最終医療関係者なんかで打っていけばね、はい、大騒ぎする必要ないかもしれないしね、うん、で確かに
感染者だけ見るとすごい数字になる時あるんだけど、はい、問題なのは重症者とか死者だからね。だからそうするとあんまり毒性が強くないと死亡率は高くないんだよね、うんうん、どこまであれだよね、普通 あの風邪と違いがあるのかって議論だと思いますよ、うん、にもかかわらず分科会とかまた行動制限とか言い出しそうで、なんかまた言いそうだよねなんかだから尾身さんがねどういうふうに言うかね、うん、本当にね、あの重症者が多くないっていう前提だといろんなやり方があるから、はいはいはい、そうするとそれで、やっていけば感染者が増えても、それほど大きな問題にならないって可能性があるから、だからまあいろんなオプションをたくさん用意しといて、あの手段を用意しといて、あの対応策って考えるんじゃないですかね。それで非常に広がったら、新しいワクチンをたくさん打っていくって、でそれまでの間はまあいろんなのを組み合わせながら対応していくってことだと思いますけどね。これ話戻りますけど、分科会ってこの間何やってたの？うん、何も分かんないなんかGoTo でやるなとか言って2月に伸ばしたんだよね。ぶち当たったらどうすんの今一番いい時を逃してね、これでまたねオミクロン株だからまたね飲食が自粛とかね言ったらどうなっちゃうのかね。さすがに怒る人いると思うけどね。分科会がその医療体制の充実をこう先頭を切ってやっていくってことは、いやそれはやらないよ。だから医療側の立場の人だから医療体制の話にはなるべく話が来ないように喋るんだよ。で自分たちやりたくないからさ、はっきり言うと自分たちのやりたくないことはやりたくないから行動抑制の話をするんだよ。またこれでまたやらないでいてちょっと数が多くなった時にそんなこと言うってことまあだからあの分科会を医療体制だけの人を集めればそういうことになるんだよ。分科会のそのメンバーの交代とかは考えてないんですか？考えてないから今はそのままなんでしょ。もう、うん繰り返す感じですか、これまた。毒性が良くなっていくからね、同じの繰り返す必要ないんだけどね。だん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 致死率は下がってきてんだよね。だからそうすると毒性が弱くなってくると、極端な話すると風邪のにインフルエンザに化学を近くなりつつあるんだよね。それどこまでやるかって話になるんじゃないの。それと別にインフルエンザに近い話をどこまで国を挙げてね大騒ぎするかって話だと思うけどね。あれですもんね、二類五類の話もどんどん聞かれなくなっちゃう。もう聞かれないね。そのままなんじゃないの、もういいやって感じで致死率下がってきたらさすがに言いにくいと思うんだけどね。もうデルタ株に全部置き直っちゃった段階で、あれだよね、毒性が弱くちょっと弱くなってるから、その意味ではあれだよね、二類五類の話って今してみんだけどほっとくんじゃないの当面ね。それはやっぱ医師会的にはしたくない。したくないからそうなんでしょ。だってあんなに医療関係者さえ OK って言っては簡単だと思うけど。あ、そんなもんですね、うん、見たくないってことですじゃないかなあれ結局二類にしとく方のが大変なのが保健所なんだけど ね、うん、そうですよね。保健所はパンパンになってるよね、うん、どうするのかねまあこれだからまたオミクロン株でマスコミを同じようにまた騒ぐと政府の方として行動が取りにくくなるって悪循環がいつもあるけどね。なんかでもマスコミはあれだよね、ここずっとばかり報道してるよね。今まで報道がなかったんだけど、まあ正直言うと最近ネタがないから苦労してたと思うんだけどあれなんでしょう、なんであれ少ない人数でも発表してるんですかね、毎日毎日よくわかんないね。グラフで書くとね全然もう出てこないから見えないんだけどねもうさざ波どころじゃないよね、もう見えないもんね、波がないってすぐらいだよね今はね。これでも言うんだよねなんか惰性で言ってんじゃないのあれそうなんですかやばい、また大騒ぎしそうだな。これオミクロン株はやっぱりいいに格好のネタでしょ。未知なものっていうことで、未知でもないんだけどね、要するにどういうふうなとこ変異しててある程度分かってるわけよね。だからある程度分かってるからワクチンは従来ほどは効かないっていうのも分かるだろうしっていうことなんだよね。私はあんまりもね結構心配しないんだけどね。なぜかっていうと今までずっと対応できたでしょ、変異株にも対応日本はできてたでしょ、はい、だから多分次もできますっていう予測になっちゃうんだよね。今までできてる人っていうのは次の対応も結構簡単にできちゃうんだよ。多分できるんでしょうけど、また自粛とかって言うなるの。で、言いたいくなる人はいるだろうね。困っちゃいます、ね。うん、だから学習効果なくて別にさ、人の移動でそんなに感染が広がったってエビデンスもないんだから、そんなに気にすることはないと思うけれど、でもマスコミ的にはあれでしょ、底辺だ底辺だって言いたいでしょ。底辺だ底辺だ。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。